もシルダーです。セコです。シルです。マサイ。さあ、本日はですね、皆さん、はい、メットライフドームでホームラン打った方、100万円という企画あったの覚えてますか？ああ、あったね。いい動画だったわ。皆さんのおかげで僕がホームランを打ち、100万円獲得したということで、おめでとうございます。そう、ありがとうございます。本当に今日はなんと、この100万円企画の権利を発動しまーす。あ、もう使うんだろう。今ここ、地元、葛飾区亀有。来ております。そうですね。ダメあり。まあ我々が生まれ育ち、いろいろね、はい、お世話になった地域でございます。マイホーム。やっぱホームランをみんなにどっちかと叶えてもらったような形だったの、俺の中で。お前心広しくんだな。いやどうせだったらみんなハッピーな方がいいや。だから今日はこの100万円企画、ここ地元亀有で100万円以内だったら。好きなだけ買い物していいですか？マジやば。マジの5秒。ごめん、2個やばいが。好きなもん買えて嬉しいなんだけど、1個。カメアリで100万そうなの。俺らガキの頃がいるから分かるけど、金なくても遊べるぜ。そうなの、疑問ないよ。それがポイントなの。メンチカツ買い放題だろ。そう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 、はい、ということで、まあ一種の企画です。地元カメラで100万円使えるのか。いや気になるなこれ。まあやってみる価値はあるぞ。やっぱ地元貢献にもつながるかなと思って、ね、ちょっとみんなのご褒美動画をこの100万円企画に使わせていただきます。はい、とりあえず本気でお金使ったことないじゃん。カメラでカメラじゃなくても俺ら本気でお金使うことないもん。いや本当に我々マジ物欲ないんで。物欲マジでないんだよ。今日大事なルールが2つほどございます。はい、教えてください。ショッピングモールだけは今日なしです。あー、あるかい。まあ、ちょっとなんか全国に明らかにあるでしょってやつは今日なしです。わかりました。おー、おえー、初めて持った。ということで地元亀有で100万円使えるのか、はい、早速行ってみましょう。はい、いや、これが地元ですよ。こちらが亀有です。駅前ちゃんとね、秋元カトリーヌもいますからね、レイコさんね。ユロドとかあっちの方行きましょうか。あ、いや、来てみたものの、まあ今だいたい朝10時過ぎと、うん、いうことでですね、半分ぐらい、ね、そう、ご飯屋さん系はちょっとまだシャッター閉まってるんですけど、さあここでどうやってお金を使おうと。えあ、ここ行く。MV もここの中で撮らせていただいたり。そうだね。そう、結構お世話になってるんだよね。あ、今やってねえか。俺ここめっちゃ来んのよ。大黒堂っていう、うん、静岡のおでん屋さん。おでん屋、静岡のおでん屋さん。そうそうそう、知ってるね。外行ける時期にもうここで飲んでたね、一人。あ、いいね。早速タピオカ行ってこうか。じゃあ、あ、いいな。紅茶ミルクティーの L で、それもタピオカです。3710円でございます。じゃあ、まず1枚でも大丈夫ですか？すみません、お願いします。ん、知らない。だってプリンのトッピングだけでも、プリン1000個トッピングしても7万円しか買えない。プリン1000個タピオカに入れんの、うん、でもプリンだ。中でコク入れてもマジうめ。美味しいでしょ。やばいな。あ、十分。おう、早っ。もう一回いく。うまかった。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、じゃあ商店街続き行こう。あ、いいね、こういう刺身とか、刺身とかも。あ、こんにちは。ありがとうございます。魚屋、気楽にできたんです。え、そうですよね、最近だもん。最近ですよね。魚屋さんも細々に来てます。え、ありがとうございます。これは寄っちゃおう。撮影とか大丈夫ですか？もちろん。ありがとうございます。え、おじさんが、え、おじさん見てるよ。おじさんがあるよ。特技よ。これ行った方がいいと思う。行こうか。よし、買おう。じゃあ、バニー2つ行こう。バニー2つ行こう。岩が近くある。え、カキあんの？え？え？茶色しのそれでその場でも食べれます。え？じゃあその場で食べます。カキ。いい値段だよ。食べちゃう、食べちゃう、食べちゃう。いいんじゃない？食べたい。じゃあカキ4ついきます。4つ。あ、食えない。あ、じゃあ生あれなの。だから都合、和だから都合なんだ。おい、戦略外通告。じゃあこれと保冷バッグください。はい、ありがとうございます。外径が11,623円でございます。いい買い取り合い。はい、残りの残金こちらです。すごいね、でもタピオカ屋と牡蠣をはしごするとは思わなかった。初めてだね。いや、絶対うまい。絶対うまいわ。絶対うまい。絶対うまい。いただきます。いただきます。いや、大丈夫か、ちびっこ。でっけえ。でっけえ。うん、これが食いたかった。クリーミーすぎる。そう、わかる。うん、でかい。でかい。そう、あのね、本来4の4つ分ぐらいある。うん、でかいよね。バカ濃厚ですか。めっちゃ美味しい。あ、もうここは絶対夜ぐらいでしょ。これはもう行くべきですね。ありがとうございます。よし、じゃあ皆さん行きましょう。いただきます。いただきます。あー、あっ、あっぶー。肉汁がすごい。やばい。うまっ。
うん。はい、シルク追加購入。ステンレスのね、細口ポットを買いました。はい、これがですね、6,060円。優しい。ね、優しいね。これがカメアリですよ。みんなで5,000円のセット買ったのよ。そしたらおまけくれた。いや、いいね。はい、今度ね、逆サイド移動してきました。はい。本屋さんある。あ、本屋さんある。あ、本当だ。ほら。よかったね。そうなんです、僕あそこめちゃくちゃ常連です。いいね。そうです、古いレコード売ってんの。え、レコード売ってんの。そう、あと古いレコードと昭和のおもちゃが売ってる。やば。だから高いのがある可能性がある。ちょっと行ってみようよ。そう、何買ったんですか。これレコード。おう、ジンギさんのレコードありました。すげえ。こち亀のエマと貯金箱買っちゃいました。りょうさんのやつ、あのジャクソン5とか乾杯とか中島みゆきのおかえりなさいとかですね。薬局屋さんの前にいる。そう、さとちゃん、さとちゃん、さとこちゃんね。えレアだねこれ。今ので合計23,050円。まさに何か買った。何も買ってない。逆に見つかってない状態。そう、まさに何か買おうよ、せっかくだから。何か買いたい。あ、電気屋さんあるよ。でも金間に合ってると思うんだよね。またお前。そうだよな。メカ野郎だ。それは家電マニアだからね。あ、俺ちょっと電気屋さん行きたいね。電気屋さん行く。箱は箱、箱いらないって言って。そう、箱いらない。保証書だけもらって。そう、やば、新しいな。まあでも動画として見せやすい。ね、面白い。空気清浄機でございます。素晴らしい。チューストンダホの買い物、これ延長工房。延長工房。はい、で今のお買い物で、はい、38,940円。すぐ行きましょうか。かわいいカップがね、マンゴーアイス。大量の服を買いました。48,360円。メンバー元木とかダーマとかの分もしっかりお土産で買ってね。そうそうそう、ほら明らかにこれ元木のでしょってシャットまで。本当だ、めちゃめちゃ買ってね。そう、もう着替えたんですか、はい、これよくね。ガラティ、ガラシャツだな。ガラシャツだな。ガラシャツだ。で、ちょっと時間も限られてるんで、あと50分ぐらいで終了いたしますんで、ペース上げていきましょう。そうしよう。お花買いました。花を買いました。お花を買いました。サボテンを買いました。セルク、それなんで1本なの？これ？視聴者さんに会った時。いや、面白いけど、ちょっとキモい。大きな読んでるの。いや、チャリ欲しいんだけど。チャリ欲しいの？ついにチャリこいでかいでしょ。中は自転車買う。おもろい、おもろい。でも実際欲しいんだよ今。はい、なんかこの辺いっぱいありそうなんで一旦別行動。ザカオが自転車買ってます。じゃあザカオ決めてても買っていいからね。お、じゃあ一瞬別行動タイム。え、トロすごいスポーティーな感じだしすごくいいと思うんだね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、サブで買っちゃいました。いいね。すいません、ありがとうございました。ここでゼリーを買いました。はい、買った牛乳飲む。あー、うまっ。よいしょ。ん？おやん。え？マジで？マジ？マジで言ってんの？いや、お前珍しいだろ。お前マジか。お前さ、え？待って。本当に？え？本当に？お前めちゃめちゃいいの買ったよ。マジでかっこいいじゃん。ガチで買った。ガチで買ったんだ。じゃあお前もう乗って帰るの確定だよ。すげえ。え、待って、これちなみにない。49,160円。おー、いい使いっぷりだね。そう、でもやっぱ下町の良さが出てて、鍵もライトも無料でつけてくれちゃう。マジ？ありがたいね。いや、ありがたい。おもろすぎるな。今日は俺は家までこれで帰ります。シャオジャオや。これはあげよう。どんどん。じゃじゃーん。はい、どうぞ。はい、バラをあげます。またね、バイバーイ。やめろ、壊れるわ。うん、カメラ一周してきたわ。でっけえスイカと、たけえブドウ買った。うなぎ、もう一番いいのやるよ。はい、よかった。3000円した。やったー。中尾、うん、自転車購入おめでとう。ありがとう。ご自慢の自転車に乗って帰ってください。うん、サイクリング楽しみながら安全運転しながら帰るわ。うん。
バイバーイ。バイバーイ。じゃあね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。長い買い物を終え、はい、帰宅いたしました。うん、めちゃめちゃ買ったな。めちゃめちゃ買った。正直もう買うことないってぐらい買った。買った。これ以上買い物してしまったら本当に必要のないものまで買ってしまうんで、そう、なんかそれ嫌だよね。それ違うじゃん。うん、だ欲しいもの、必要なもの、もろもろ全部買ってきました。はい。久々にできて面白かった。楽しかった。改めて見るといろんなお店があっていろんな人がいるなと思って。うん、そう。下町の人情感じました。中尾一番お金使えてるかもね。そう。今回多分めちゃくちゃ使用で金使ってる。イエーイ。お前なんかそれと一緒に寝そうだな今日。確かに。こうやって。いや今日本当に一日中こいつと旅したよ。そう。なかなかないよね。ステージ上で旅するやつ。というわけで、まあ、冒頭の企画100万円をカメラで使い切れるのかということで、はい、果たして残金はいくら残ったのか。おお。もう本気で使ったよこれ。本気で使った。マジでもう見当たんなかった。そう。ってぐらい使いましたが、果たして残金はいくらなのでしょうか。うん、発表していきます。はい、途中からね、もう数えるのやめたんで。ああ、やめた。みんないくら残ったのか分かってません。知らない。そうだよね。知らない。じゃあまず小銭出しますね。100円、500円、10円、5円、50円、1円、1000円。はい、今残ったのがこちら9188円。おお、はい、これだけ見るとだいぶ使った感がありますが、そうだね、はい、果たして1万円はどれぐらい使い切ったのか発表していきます。地元亀有すごいね、やっぱりすごいね。ということで1万円こちらです。太いぞ。厚みあるね。おっ、うわ。いや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 、これが減らせねえよ。変わってる。変わった。本気で使ったからね、マジで本気だった。いやマジだよ。こんなに余りました。すげえな。この10万円束が1、2、3、4、5、6、7。あ、でも7だ。7だと結構減ったぞ。え、1万円札71万円残りました。はい、亀有で100万円、思いっきり使った結果、残金71万9188円残りました。まあ企画的には残っちまったとはなるけど、そう、これでこんだけやれたんだから。そう、いやでも思ったより使えたね。うん、そうだね。28万812円使いました。うん、いやこれ単体でいくとマジでやべえ。そうだ、やばいやばい。亀有で28万円使ってるから。ありえん、ありえん、やばいよ。お店の人にもね、すごいこうありがとうって言っていただいたり、言ってくれたわ。うん、やっぱ大変なんだよねって言ってたもんね。そうだね。そうだから、そこに対してまあ貢献できたのもお互いにとって意味だったのかな。そうだな。そうだね。まあこれがリアルだね。いやね、うん、これが多分歌詞にもある通り妙に優しいよね。いや妙に優しい。確かに妙に優しかったよね。妙に優しいよ。アレルギー。動画見てくれてありがとう。セカンドリー、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。オッケー。